こんにちは、サラです。本日はね、近代映画75年11月号の野口五郎さんの記事がありますので、朗読いたします。まず最初の画像がね、なんと高級車のね、ロールスロイスの横にね、ポーズを取ってる野口五郎さんがいまして、練馬33、佐野6493っていうね、番号までね、もう隠さないでね、写しております。これおそらくなんか、どっかの有名なね、ディーラーかなんかのね、持ち物だと思いますね。見出しがね、五郎とロールスロイスとなってまして、重厚な中に、貴族的な気品が漂う世界の最高級車、ロールスロイス、シルバークラウド、三つ揃いのスーツにピチッと決めた五郎のムードには、まさにピッタし合う車。このロールスロイスと五郎のご機嫌なカラーパネルをプレゼント。皆さん応募してねとなってまして、なんとね、これね、応募したら、当たればね、このパネルね、写真のね、それがね、プレゼントしていただけるという。なんとね、このかっこいいね、本当にバッチリ決まったね、この写真が手に入るというね、応募してたらよかったなって思いますけど、僕はいくつやったやろ。まあわからないですけどね。本当に、こういう記事があったんですね、当時ね。応募したら、これ当たったらね、送ってきてもらえるというね。本当に。で次めくってもね、同じロールスロイスの写真がね、あって、運転してるね、写真もありますね。引き続きね、記事がありますね。世界の最高級車、ロールスロイスに乗って、ご機嫌な頃、車に乗るからには、一度はこんなゴージャスなやつに乗ってみたいなと思っていたけど、ほんのちょっとだけハンドルを切っただけで何かワクワクする気分になるね。ロールスロイスシルバークラウドというこの車はロールスロイスの中でも最高級な車種でまさしく帝王の車。こんなでっかい車がスーッと滑るように走るんだからさすがだね。どこかにぶつけやしないかと内心はヒヤヒヤもんだよ。と、名ドライバーの五郎もさすがに冷や汗もんですとなってまして。ねえ、いくらね、運転がうまいね。五郎さんでも、こんなね、超高級車に乗るとね、やっぱりね、ちょっと、タジタジっていうか、緊張するんですよね。で、まあ見ててもね、このね、ハンドルとかもね、細めでね、やっぱりこう、ところどころにね、やっぱりこう、丁寧な作りというか、高級感がね、漂っておりますね。本当に。まあ、このクラスになってきたらね、もう多分、打席とかも革張りでね、ハンドメイドなんでね、本当に乗り心地も多分素晴らしいと思いますね。で、このね、右下にもね、記事がちょっとありまして、今年は私鉄沿線、悲しみが終わるとき、夕立の後で、と、立て続けに大ヒット曲を出して、10月21日には、いよいよ今年最大の勝負曲を発売する頃、僕もこの車のように気品に溢れた歌手になりたいねと希望に溢れてますって書いてます。で下にね、カラーパネルのね、プレゼント応募規定とありまして、はがきに伝ページの野口五郎のカットを貼って、希望の写真の記号を書き、君の住所、氏名、年齢をはっきり書いて、近代映画五郎パネルプレまで応募してね、抽選で各10名様にプレゼントとなってまして、電ペイの野口五郎のカット、なんかあったかな。あ、何かは貼るんでしょうね、多分。本当に。何を貼るんやろか、カット。いまいちこう、どれを貼って送るのかちょっとわからないですけどね、なんか送るんでしょうね。カットを貼っていってもちょっと今わからないですけどね。野口五郎って名前を貼るんかな、ちょっとわからないですけど。まあね、こういった写真ね、どれかが当たるっていうね、本当に。抽選で各10名様、1、2、3、4、あ、4つか、5つあるのかな。まあ、各10名なんでね、これ当たった人非常にね、貴重だと思いますね。本当に。まあね、この車ね、やっぱりすごいですよね、これね。本当に。こんなね、色もなんかこう、独特なね、風合いですね、これね。今の車にないようなね、本当に。今こういうシルバーの車って本当にないですもんね。
それがね、やっぱりすごいのと、このなんかゴージャスなね、デザインがね、またほんでこの野口五郎さんのこのなんか、スーツ姿がね、ピシッと決まってますね。やっぱりこういう格好じゃなかったらちょっとやっぱり乗りにくいんかな、この車って。そんな気がね、いたします。本日はね、記事はまあこれだけだったんで、今回はね、この辺りで失礼したいと思います。それではね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いいたします。